こんにちは。Amazonサポーター、堀秀夫です。消費期限の記入方法。FBA 納品時にエクスペレーションデートを求められることがあります。これね、消費期限、または賞味期限なんですけど、日本では年月日の順に記載します。2025年5月17日なら、25年5月17日と年月日という順序で書きます。これをオーストラリア人が読むと、2017年5月25日、とっくに消費期限切れの商品だと勘違いする人が出てきます。オーストラリアだと、日月年の順に記載します。170525、これ勘違いのないように記載してください。このように記載したシールを貼るのがおすすめです。エクスピレーションデート、17メイ2025。それと、消費期限または賞味期限の確認方法とパオシールについての会員限定記事もこちらにありますので、パスワード限定記事ですけど、確認してください。日本よりヨーロッパの基準、オーストラリアにイギリスが統治してますので、ヨーロッパの基準の方が、この化粧品などね、食品なんかの期限に関する基準が厳しいんでね、これを忘れると納品できないんで、必ずチェックしてください。また、確認、あるいはね、質問ありましたらお気軽にお寄せください。Amazonサポーター、堀秀夫でした。